田中角栄、田中角栄、田中閣営、1918年、大正7年5月4日から1993年、平成5年12月16日は、日本の政治家、建築士。衆議院、議員、16期、郵政大臣、第12代、大倉大臣、第67.6869代、通商産業大臣、第33代、内閣総理大臣、 第64.65代等を歴任した。自民党最大派閥の田中派、木曜、クラブを引き巧みな官僚操縦術を見せる田中は、当人政治家でありながら官僚政治家の特徴も、合わせ持った、稀な存在だった。大正生まれとして、初の内閣総理大臣となり、在任中には、日中国交正常化や日中記者交換協定、近来中事件、 第一次オイルショックなどの政治課題に対応した。政権争奪時に掲げた日本列島改造論による日本列島改造ブームは一世を風靡したが、後にその政策は不動産投機に伴う地下の暴騰や狂乱物価と呼ばれるインフレーションを招いた。その後の田中勤務役問題への批判によって、首相を辞職、さらにアメリカ合衆国の航空機製造大手ロッキード社の 全日本空輸への航空機売り込みに絡んだ贈収賄事件、ロッキード事件で逮捕収監され民党を離党した。首相退任後やロッキード事件による逮捕後も田中派を通じて政界に因前たる影響力を保ち続けたキングメーカーだったことから、マスコミからは目白の闇将軍の異名を取った。また、高等教育を受けていない学歴でありながら、 首相にまで上り詰めた当時は今大公とも呼ばれた。ただし、中央高学校、専門学校の卒業生である。さらに、次世代のリーダーの一人として、総理総裁の座を狙っていた頃は、その膨大かつ明晰な知識とやると言ったら、徹底してやり抜く実行力から、コンピュータ付きブルドーザーと呼ばれていた。道路法の全面改正や、道路、公安、 空港などの整備を行う各々のうのの特別会計法や日本列島改造論によるグリーンピアなど衆議院議員として100本を超える議員立法を成立させ戦後の日本の社会基盤整備に政府両面にわたる大きな影響を残したまた社会基盤整備を直接担当する建設省や運輸省大臣として着任していた通商産業省や 郵政省などに強い影響力を持ち、政治家による官僚統制の象徴、俗議員の講師となった。若い頃の夢は、文史、小説家になることと、大倉大臣時代のインタビューに答えていた。1972年8月7日の中日アメリカ大使から本国への機密の報告書には、田中の粘り強さと決断力の源は、自らの力でのし上がってきた。 その経歴にあると思われる。彼の大胆さと手段を問わないやり方は、終戦直後の混乱からトップに上り詰めたことを反映している。とある。ロナルド・レーガンの大統領補佐官は、したたかものと評している。新潟県刈羽郡に田村大和座、坂田、現、柏崎市に、父、田中各次、母、譜目の次男として生まれる。ただし、長兄は養成しており、 実質的には七人の兄弟姉妹で、唯一の男児、他に、姉二人と妹四人だった。田中家は農家だが父、各自は牛馬匠、祖父、田中捨て吉、田中角見祈門の子は、農業の傍ら宮大工を業としていた。母は寝る間も惜しんで働き、おばあさん子だったという。幼少年時代に、父各自が、鯉養魚業、種牛の輸入で、 相次いで失敗し加さんが傾き国賓家の生活を余儀なくされる。幼い頃ジフテリアに罹患した後遺症で室温症を患い、何は武士を練習して強制した。1933年、昭和8年、二田高等小学校、現、柏崎市立二連小学校卒業。なお、田中は最終学歴について、 中央高学校卒と交渉することが多かった。しかし、現在の中央高学校は専門学校として東京都から認可を受けているが、専門学校を含める専修学校は1976年、昭和51年に創設された学校制度であるため、彼が学んだ当時の中央高学校は学校制度上の学校ではなかった。また、田中自身も、 大倉大臣就任時の挨拶に見られるように、交渉卒業を一つのアピールにしていたことがある。小学校時代から田中は勉学に優れ、ずっと休調をしていたという。高等小学校の卒業式では、総代として、当時を読んだ。卒業後の田中は土木工事の現場で働くが一ヶ月で辞め、その後柏崎の県土木派遣所に勤めた。 旧正中学校への進学は、家の貧困と母の苦労から、気が進まなかったという。1934年、昭和9年3月、理科学研究所の大河内正都氏が、書生に採用するという話が持ち込まれ、それを機に上京する。だが、東京についてみると、書生の話は通っておらず、やむなく家工先としていた、井上工業に、住み込みで働きながら、 神田の中央校学校土木科、夜間部に通う。その後、保健業界専門誌の記者や、貿易商会の配送員といった職に就いた。一時は、海軍兵学校入校を目指して、県数学館や生息英語学校などにも通ったが、母の病気の法を受けて実業に志望を変えた。1936年、昭和11年3月、中央校学校土木科を卒業し、 建築事務所に勤めるようになるが、事務所の主催者が軍に徴収されたため、1937年、昭和12年春に独立して、共栄建築事務所を設立する。これに前後して、日比谷のビルで大河内正都と偶然エレベーターに乗り合わせたことから地遇を得て、事務所は利権コンセルンからの仕事を数多く引き受けた。この頃、仕事の傍ら実業学校である。 金城商業学校、1936年商業4年修了にも、席を置き、商事実務を学ぶ。1938年、昭和13年、徴兵適齢のため受けた、徴兵検査で、講師合格となり、現役兵たる騎兵として、陸軍の騎兵、第24連隊への入営が通知される。1939年、昭和14年に入営し、 4月より満州国付近で兵役に着く。軍隊時に、早稲田大学の建築に関する専門講義録を入手し、勉強に励む。入営当初は内務班での私的制裁を古津和物から受けたが、夏に勃発した野門藩事件に古津和物が動員されたことに加え、部隊内の事務や納筆といった技能により、上官に一目置かれるようになった。年、 昭和十五年三月、入営から一年で、陸軍機兵上投兵となる。しかし、同年十一月に、クルップ性肺炎を発症、翌年二月内地に送還される。治癒後の九百四十一年、昭和十六年十月に除隊、翌月に、東京の飯田橋で、田中建築事務所を開設し、九百四十二年、昭和十七年三月に、事務所の家主の娘、 坂本花と結婚した。家主は土木建築業者で結婚によりその事業も受け継いだ。同年11月に長男消防、1947年9月、4歳で死亡が、1944年、昭和19年1月に長女薪子がそれぞれ誕生している。1943年、昭和18年12月に事務所を改組して、 田中土建工業を設立した。理研コンツェルンとの関係も復活し、理化学工業、ピストンリング製造、原理研などから仕事を受け負う。田中土建工業は年間試行実績で全国50位入りするまでになった。1945年、昭和20年2月、理化学工業の工場を大田、大連、テジョンに移設する工事のため、朝鮮半島に渡る。 8月9日のソ連対日産戦で状況が変わったのを察して幸福受諾の玉音放送前に朝鮮にある全資産の目録を新生朝鮮に寄付すると現地職員に渡した。敗戦後の8月下旬に朝鮮半島から引き上げた。田中土建工業は戦災を免れる。1945年11月に戦争中より田中土建工業の顧問だった。 新歩党代議士の大麻忠夫からの要請で献金を行ったことをきっかけに、大麻の依頼により1946年4月の第22回衆議院総選挙に、新歩党公認で、郷里の新潟2区、当時は大選挙区制で、後の中選挙区制での区とは異なるから立候補する。田中は1月から地元に乗り込んで、選挙運動を行ったが、有力者に与えた。 選挙資金を流用されたり、見込んでいた支援者が立候補するといった誤算もあり、候補37人中11位、定数は8で落選した。この選挙の時に、三国峠を崩せば、新潟に雪は降らなくなり、崩した土砂で、日本海を埋めて佐渡まで陸続きにすればよいという、演説をした。翌1947年4月。 日本国憲法による最初の総選挙となった第23回総選挙に新たに設定された中選局制の新潟3区定数5から新保党が改組した民主党公認で立候補し12人中3位39,043票、で当選する民主党は日本社会党国民共同党の3党連立による片山内閣与党となったが 1947年11月に炭鉱を国家管理する臨時石炭工業管理法が提出されると田中は本会議で反対票を投じ他の14名と共に離党勧告を受ける同様の理由で除名離党した民主党議員と共に11月28日結成された同志クラブのち民主クラブに加盟した民主クラブは1948年3月に 吉田茂を党首とする日本自由党と合同して民主自由党となる。この政党再編により田中は吉田茂の地遇を得た。民主自由党で田中は選挙部長の役に就く。1948年10月、足田内閣が昭和電工事件により総辞職すると後継首相として野党第一党党首であった。 吉田茂が浮上するが、連合国軍最高司令官総司令部民政局は、吉田を嫌い、幹事長の山崎武氏を主犯とする工作を行った、山崎主犯工作事件。しかし、民主自由党内からの反対によりこの工作はついえ、第二次、吉田内閣が発足する。新内閣で、田中は、法務政務次官に就任した。まもなく、 一年前の炭鉱国家管理法案をめぐって、炭鉱主側が反対議員に増賄したとされる疑惑、炭鉱国管議国が表面化し、11月23日には、田中の自宅や田中の健康業が東京高等検察庁に家宅捜索される。12月12日、衆議院は逮捕許諾請求を可決し、翌日田中は逮捕されて東京拘置所に収監された。 田中の主張は、受け取った金銭はあくまで相手からの受け負い代金であり、増収賄ではないとするものだった。直後の1948年12月23日に、衆議院は解散し、第24回総選挙が実施される。この選挙に田中は、極中立候補する。政治資金も底を突きかけた状況で、1949年1月13日に、 保釈されたものの、わずか10日間の運動しかできない中、1月23日の選挙では2位で再生を果たした。地元である柏崎市や刈羽郡で得票を減らす一方、北魚沼郡や南魚沼郡で前回の2倍に票を増やした。都会ではない、辺境の地域、その中でも有力者ではない仮想の選挙民、そして若い世代が田中を支持した。 炭鉱国管理国は1950年4月に東京地方裁判所の一審で田中に懲役6ヶ月執行猶予2年判決が下るが、1951年6月の東京高等裁判所の二審では田中に対する政策の事実が認められないとして逆転無罪となった。再選後の田中は国会で衆議院建設委員会に所属し、 生活インフラ整備と国土開発を主なテーマに活動した。田中が提案者として関わった議員立法は33本にも及んだ。その主なものとして建築士法や公営住宅法などがある。公営住宅法では池田隼人蔵省に増額を説得し、後に日本住宅公団が設立された。また道路法の全面改正に取り組み、この改正法も自らが 提案者となって1952年に成立した二級国道の制定で国費投入の範囲を広げ道路審議会を設置して陳情の民意を反映させる方式を取り入れた1953年には建設省官僚の意も受ける形で道路整備費の財源等に関する臨時措置法を議員立法として提出しガソリン税、揮発油税相当分を 道路特定財源とすることを可能にし、民主自由党は1950年3月に自由党となる。田中は1954年に自由党副幹事長に就任。吉田十三人衆と呼ばれる側近の一人と目されるようになった。1955年3月、衆議院商工委員長となる。同年11月の保守合同で自由党は、 日本民主党と共に自由民主党を決闘する。政海外では、長岡鉄道、後の越後交通長岡線の沿線自治体から、路線の存続と電化を実現させる切り札として、要望を受け、1950年10月に、同社の社長に就任した。田中は、電化を実現させるため、鉄道省 OB で、電化の神様と言われた西村英一に依頼したり、 やはり鉄道省 OB の佐藤栄作を顧問に呼ぶなどの手を打ち、1951年12月に電化を実現させる。電化に際しての莫大な費用は国庫から捻出されたが、これは大倉大臣だった池田隼人が一肌脱ぎ、池田が創設した日本開発銀行が巨額の融資を行った。これを契機に西村は晩年まで田中の支援者となる。また、それまで、 大野一郎や渡る四郎の地盤であった長岡鉄道沿線の三島郡で支持を広げることとなった。この効果も寄与する形で田中は1952年10月の第25回衆議院議員総選挙では初めてトップ当選を果たしている。このほか、1953年4月には母校の中央高学校の校長に就任している1972年に退任。 田中派は自民党内最大の派閥であり、特にロッキード事件以後は田中の数は力なりの信念の下で傍聴を続け最盛期では約140人の国会議員が所属していた。その数の多さや華やかさなどからマスコミには田中軍団、田中新鋭大頭と評され流行語にまでなった。その中には二階堂を進む金丸新。 竹下登などの当時の党幹部が含まれ、中堅には後に竹下花名奉行と呼ばれた、羽田勤、橋本隆太郎、小渕慶三、小沢一郎、梶山清六、奥田慶は、渡辺光三、他に、渡沼田三助、野中博文、京都府二時代から目をかけていたなどであった。なお、小沢は創生した消防と同じ1942年、生まれで、田中は特に、 小沢を可愛がったとされる。その後、七部業の中で、羽田、小沢、奥田、渡辺の四人は、自民党から離党し、民主党への流れを作った。派閥の肥大化、権力の掌握にあたって、非常に機能的に組織されていたのが、秘書集団であった。それが、最も機能的に働いたのが第一次、大平正義内閣発足前夜の自民党、総裁予備選であった。 当初、現役総理の福田は、予備選に負けた側は本選を降りるべきと明言するほど、党員票の差があると見られていた。大平を押した中派は、後藤田正春の指示の下、秘書集団が東京を中心とする党員を、個別訪問する、ローラー作戦を展開することによって、結果は逆転、一点福田を本選自体に追い込んだ。有名なところでは、金庫番と言われた、佐藤明子。 スポークスマン的な役割を担った、早坂修月選挙戦を新潟から支えた、国家老、本間光一、目白詰めの城代家老、山田康史、総理大臣秘書を務めた、榎本敏夫などがいる。しかし、田中が倒れた後は牧子によって遠ざけられた者も,も少なくない。ロッキード事件による逮捕で自民党を離党した後も、 党内最大派閥の実質的な支配者として、君臨し、マスコミは田中を闇将軍と呼んだ。田中自身が復権に固執、裁判で無罪判決が出た後に首相に返り咲くことしたため、自派からの自民党総裁選立候補を許さず、内閣総理大臣の権威を失墜させ、日本の政治権力構造を不透明なものにしたが、敗下、古文からの不満が起こり、最終的には、 竹下昇の離脱で田中派が崩壊した。巻子曰く派閥分裂後は、見舞い客も年を追うごとに激減し、没後墓参りに訪れた、元田中派若手議員も稀であったという。典型的な当人派政治家であったが、多くの官僚出身者も迎え入れた。特に自分の内閣で、内閣官房副長官、事務担当を務めた元警察庁長官の後藤田、正春は徴用され、 田中が倒れた後も自民党政権の中枢に座り続けた。芸能界からも積極的にスカウトを行い、参議院選挙では全国区で山口敏子、大高敏子、リコ蘭、ラン、三藤明子、宮田明などを当選させた。また、田中からの勧誘を断った芸能人に対しては、他党からの出馬をしないように言い含めたともされる。 自らの選挙区である、新潟県への社会基盤整備には、特に熱心だった。雪国と都会の格差の解消、国土の均衡ある発展を唱え、関越自動車道や上越新幹線のような、大規模事業から、長岡市や小千谷市などの都市部での融雪装置設置や、山間部の各集落が冬でも孤立しないためのトンネル整備、小千谷市の塩屋トンネル等が知られる。 当時個数60個の集落に10億円の建設費用をかけて建設されたため、反発も少なからずあった等の生活密着型事業や柏崎、仮羽原子力発電所誘致など、多様な公共事業を誘致した。さらに自身のためのテレビ番組も持ち、選挙民の陳情を番組で直接吸い上げるとともに、業績を強烈にアピールした。選挙区の旧新潟3区の 全市町村で結成された講演会組織、腰山会は鉄の団結と評された。腰山会は建設業者による公共事業受注と選挙の際の田中への投票という交換取引の場ともなり、地域住民の生活向上に大きく貢献する有効な組織となった反面、自民党政治の典型である利益誘導や金権体質への強い批判を受け、 公共事業へ過度に依存した、歪な産業構造も残した。これらの公共事業の実施に際しては、長岡市の品野川河川敷買収、利用問題などで、自らや親族が役員を務めるファミリー企業への利益供与が疑われ、金脈問題への追及を受けることになった。しかし、ロッキード事件後も、越山会は田中に圧倒的な得票での当選を続けさせて、 中央政界での政治的影響力を与え続けた。自らの選挙区で後継者を定めることはなく、自らがトップに君臨し続けたため、桜井新の離反などが起こった。それでも倒れた翌年1986年の総選挙では、本人の肉声が全く伝えられない中で田中は不当選する。1990年の引退時には、腰山会を解散し、 自主投票となったが、1993年の総選挙では、旧子資産会会員の多くが牧子を支持した。牧子の当選後に、お国入りした際、目白の骨董品が参りましたと紹介された。浦沢駅東口には、田中の巨大な銅像が混流されている。1985年、上幕。二階堂進むが記号した。2005年、 冬に雪をかぶってかわいそうだとの牧子からの要望によって銅像の上には新たに屋根が設けられた。一方、自ら校長も務めた母校の中央小学校が校内に銅像を建てようとした際には学校に政治を持ち込むのは良くない。自分は母校のために何もしていないと言い,い、これを断っている。田中内閣の外交業績として、まず挙げられるのは、 日中国交正常化である。背景として、1972年1月に、アメリカ合衆国大統領、リチャード・ニクソンが、中華人民共和国を訪問したこと、及び三木武夫が、総裁選における、田中支持の条件として、日中国交正常化を条件としたことがある。詳しくは、日中国交正常化を参照。 これによって、田中は、中華人民共和国から、井戸を掘った恩人と評価された。日中外交の先駆者という意味であり、田中が、金脈問題で失脚した後も、当昌平が、田中の指定を訪問し敬意を表し、田中も晩年の1992年に、再放中している。田中は、ブラジル側に、セーラード農業開発協力事業という共同の、 農業開発プロジェクトを提案し、この事業推進の講師となっている。この時期、米国の穀物相場暴騰による大豆の禁融措置、第一次石油ショックなどをきっかけに、資源の安定確保が日本の重大な外交課題となっていたことを背景に、ブラジルを訪問し、共同プロジェクトを提案した。2001年の終了までの21年間、3期に分けて実施され、 国際協力事業団、現、JICA を通じて、多数の農業専門家の励みや、農家の入植などにより、21年間で約600億円の資金が投じられ、プロジェクトが遂行された。熱帯の約面積2億ヘクタール、日本の約5倍ほどの面積の寒木林地帯で、 酸性の赤土に覆った工作には不適とされてきた土地の浄改良による穀物栽培の開拓が行われた。セラード農業開発の成果もあり、今ではブラジルはトウモロコシや大豆の生産、輸出大国となっている。北方領土交渉において、レオニード・ブレジネフに未解決かと聞き、ブレジネフは最初はっきりと断言せず曖昧な回答をしたため、 田中は顔色を変え、イエスかノーなのか、最高責任者としてこの場で、今すぐはっきりと回答してもらいたいと迫り、驚いたブレジネフから、だあ、そうだという回答を引き出した。北朝鮮に対しては、1973年に、近日政の提案した、祖国統一、五大綱領を評価した。当時の大平正義外務大臣は、同年7月4日の衆議院法務委員会で、 このことに関する日本社会党、赤松勇委員の質問にし、案ずるに朝鮮民族といたしまして、祖国の統一ということが最高の念願である。それを具体的に提唱されたことに対しまして、評価されたことと私は思います。と答弁している。アメリカ合衆国との関係では、初めてのアメリカ大統領、ジェラルド・アル・フォード訪日があり、 日米首脳会談後の共同声明で日米親善の歴史に新たな1ページが刻まれたと発表した昭和天皇皇順皇后主催の宮中版参会では日米から182名が出席した戦後最大規模だった議員活動が長く議員立法などで野党との協力を行う場面も多く国体政治の講師とされている民社党との間では 1965年の日韓国会、日韓基本条約承認からカス和幸とのパイプがあった。また、民社党の衆議院議員であった和田耕作は、ロッキード事件の論告休憩の数週間後、田中前総理と政治倫理というパンフレットを作り、核への功績を法律論で縛ってはいけない。政治家としての行動規範は、検察的休憩には馴染まない。 仮に5億円を授受,受していたとしても、私的に着服したものでもなかろう。政治家の政治倫理の問題を単なる法律違反の論議に賠償化してはならない。私は、政治倫理の消極面を過小評価するつもりないが、それを必要以上に強調すれば、何もしないサラリーマン的政治家が立派な倫理的な、政治家であるかのような重大な錯誤が起こるからである。という内容で、長田町周辺にわらまいた。 公明党とは言論出版妨害事件をめぐり公明党側に配慮した行動を取ったため、田中と公明党との友好関係が生まれた。田中は社会党、共産党の革新勢力を相対的に弱めるために、中道の公明党に優和的態度を取ったとされ、田中はやた派、後の平成研究会所属議員の中にも、公明党議員や公明党の支持母体、総科学会と、 親密な関係を持つ者が少なくなかった。自効連立も田中派、竹下派に属した小渕恵造内閣期に始まっている。1981年2月に同じ選挙区で議席を争っていた社会党の小林進の永年在職25年議員表彰祝賀会が行われ、その会に田中も招待されたが、田中は私は社会党の悪口は言うが、 小林くんの悪口は言ったことがない。小林くんも自民党の攻撃はするが、田中角栄の攻撃はしたことがないと挨拶した。ロッキード事件発覚による受託収賄罪の逮捕、起訴されたことによって自民党を離党したが、すぐに保釈された上に受託収賄罪の刑事訴訟が長期裁判化して実刑確定にならないまま係争中であるこう、口実に自身は 無所属候補として、地元選挙区で一位当選し続け、自民党席を持たない無所属衆議院議員、いわゆる自民党周辺居住者ながら派閥領収として田中派を通じて、裏舞台から政界に、響き力を維持し続け、マスコミは闇将軍と称した。特に、大平正義、鈴木善光、中曽根康弘の首相就任には、 田中の指示が不可欠であり、キングメーカーのポジションであった。閣僚や党役員や国会の委員長人事にも関与し、自身の刑事訴訟における、指揮権問題につながる、法務大臣や党指揮や選挙における公認権限を持つ自民党幹事長などの重要ポストを田中派及び田中に、異議員で多く占めた。また、田中が闇将軍として大きく影響力を与えた内閣は、 閣営内閣、直閣内閣、田中曽根内閣とも呼ばれた。また自身の無罪が確定した場合は、自民党への復党による、兵部隊復帰と総理総裁への返り咲きすら、目論んでいた。1985年に病に倒れ、次第に影響力を失っていった。田中閣営といえば、金に対する大胆さ、豪快さ、そして脇の甘さが世間で知られており、 これに関連する話は媒挙に暇がない。彼は金を最大限に活かして相手の信頼を獲得するために相手の予想、期待より多くの金を渡すことも多々あったが最終的に金が命取りとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。